洞窟の内部洞窟のある入ア青の洞窟はイタリア南部カプリ島にある会食堂であり観光名所である青の洞窟と呼ばれる洞窟はここの他にもいくつかが存在するカプリ島の周囲の多くは断崖絶壁でありそこには会食堂が散在している青の洞窟はそのうちの一つであるこの洞窟には洞窟のある入江から手こぎの小舟に乗って入っていくことができる 入り口は狭く、中は水中に渦もれている。先導は入り口に張られた鎖を引いて、小舟を洞窟内へと進めるが、その際に乗客は頭と体を船底に沈めることが必要となる。天候や波の状態により、侵入不可能である場合もあり、2002年のデータによれば入れる確率は12月は7%、6月は87%などとなっている。 主に石灰岩で構成される洞窟内側に入ると奥行き54メートル高さ15メートルの空間が広がり水中に伸びている穴を通して水面から洞窟全体が紺碧の光を帯びて神秘的な雰囲気を持つ海面が綺麗な青に輝くのは午前中の傾斜角がよく観光客も集中する青の洞窟からはポセイドンやトリトンの彫像が発見され ローマ帝国の皇帝が個人的な水泳用のプールや入浴に使用していたと考えられている。また、かつては地上から洞窟へ至る人工的な地下通路があったかもしれないと考えられている。長らく歴史の中に渦漏れ、地元民以外からは忘れられていたが、1830年代に有名な観光地の一つとなった。その景気は1826年。 ドイツの作家アウグスト・コピッシュが美しさに感動し絶賛したことから世界的に知られることとなった。彼が青の洞窟を世間に知らしめるため表した書物はエンデクン・デア・ブラウン・クロート・アウフレア・インスル・カプリといい、e、1 8 3 8年の作である。2009年8月25日。 目の痛みや咳などの症状が、先導並びに観光客が訴え、刺激臭及び白い泡が発生するなどがあったことから、衛生当局は、有害物質の陶器が疑われるとして、観光を含めた道地への立ち入りを禁止し、水質検査を行った。8月17日に、道地近くに下水を処理せず、タンク車からゴムホースを用い流したとし、下水処理会社社員2名が、 環境保護に関する法律違反で逮捕された事件があり、その関係や類似を疑われたが、採取した海水からは、有害物質は発見されなかったことより8月27日には、立ち入り禁止を解除し、観光は再開している。なお、白い泡及び刺激臭の原因は判明していない。アンデルセンの出世作となった恋愛小説、即興詩人では、 この洞窟が重要な舞台となっている。森ガ外の翻訳では、ローカンドーと訳された。ナポリの駅から、同市のモロベベレッド港までタクシーで10分弱。そこから船で、カプリ島のマリーナグランデ港まで行く。所要時間は高速船であれば45分ほど。カプリ島に着いたら青の洞窟行きのモーターボートに、乗れば20分ほどで洞窟の入り口へ到着する。 洞窟内部へは入場用の小舟に乗り換えて侵入することになる。ありがとうございます。